3、2、1、0。ゼロからうちし始めますのサプリメントです。じゃあ今回グリフォードに引き続き僕が第2弾の Vlog になります。今回僕がお届けするのは自分がずっとやってみたかった声帯とレコーディング、この2つを皆さんにお届けしたいなと思います。実はどっちも未経験でして、レコーディングに関しては自分の個人チャンネルの方で上がっている動画の撮影裏をお届けできるかなと思いますので、お付き合いいただけますと幸いです。おはようか。はい、というわけで着きました、足つぼ1番池袋。本日はこちらの方で足つぼの方を受けていきたいと思います。上行きましょうか。行きましょう。本日は45分の足つぼという店です。はい、よろしくお願いします。足つぼ受けたことがありますか？いや、初めてです。初めてです。はい、足つぼの基本的になんかリラクゼーション系ちょっと違うのやり方ですので、そうなんです。特にの足のつぼとピンポイントの刺激が多いですので、もちろんちょっと痛みが強い。でもその痛みとかね、あ、別に悪い痛みではないですので、体に対して結構いい効果とかありますので、ね、あ、もちろんできるだけちょっと我慢した方がいいと思います。まずちょっと試しますね、強さの方ね。はい、わかりました。あ、痛いですね。うわ、絶対ポイントね。うわ、ちょっと待ってください、ね、ちょっと待ってください、ね、うん、でもまだ力が入ってないです。え、それで10何回中のどれぐらいですか？1まだ足りないかな、うん、本当ですか？痛いな、もう。例えば、1グラムはこんな感じですけど、今もう2がいきます。ちょっと待ってちょっと待ってくださいね、3ぐらいとか。ちょっと待ってください。いや、4ぐらいはこんな感じの。うわっ、ちょっと待って、ちょっと待って、あかんかん。もう5ぐらいのこんな感じ。うわっ、店長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 、ここはこんな感じです。すっごい汗かいてきますね。そうそうそう、ここちょっと痛いかな。おい、ここなんか上半身下半身の結構バランスのところ。うわっ、てーちゃん、てーちゃん、まずいな。まだ片足なんだ。いっちゃん、いっちゃん、ここ結構コリコリ出てる。うわー、なここ肩のところ。肩こりとかすごいひどいなので、この辺。うわっ、うわっ、うわっ。親指の頭ですよね。頭、うん、お、すごい頭、そこ気持ちいいですよね、うん、全然頭使ってないんですよ。うっ、うっ、うっ、え、なんすかそれ。顔の神経。顔の神経というか、結構笑顔がめちゃいいですよね。ぶどわーってるから顔が疲れやすいです。ああ、そういうことなんですね。首肩すごい疲れてるんだから、疲れ溜まってる場所もある。聞こえます、ね、うわ、めっちゃ耐えられそうです。いや、出ちゃう、出ちゃう、出ちゃう。すごいです。出ちゃう、血が出そう。でもめちゃ元気ですよ。いや、元気ですか。うん、うわ、そう。嬉しい。もう心臓。心臓自体反応が強い、一番いいですよね。もう心臓反応だからね、もうこっちじゃない、もうバイバイですよ。さよならです。でもこれ全部普通です。え、普通ですか、うん、これからです。ちょっと待ってください。これから大事なところです。え、そう、めちゃたなんか大変かもしれない。ちょっと痛いですけど、頑張ってください。お、はい、いきますよ。はい、おお、はっ、てーちょっ、やばい、あ、めちゃ頑張ってます。頑張ってます。え、すごい、なんかゴリゴリ柔らかかったですね。そうですね。え、すごい、うん、結構足とかね、すごいポカポカしてるじゃないですか。いや、そうです、今すごい、うん、膀胱がほぐれたんですか。いや、膀胱まだですよ。あ、膀胱まだです。膀胱めっちゃ痛いと思うんです。あ、いや、うん、かも、まあ、このちょっと待って、待って、待って、マジでやばい、うん、ちょっと待って、
てんちゃ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 、もうここはボンボン老廃物が集まってくる場所、溜まってくる場所、もう結構張ってる感じが強い。うわぁ、痛い。この辺です。店長はい初めてね、ほんま結構強いですよ。あ、初めてのなんか非道の中で。ああ、ええー、本当ですか。うん、あと健康めちゃいいですよ。どこ屋でもすぐ歯の形してますんで。ああ、そっか、そう、健康なんですか。うん、よかった。おお、これが水道。うぅ、ちょっとその状態ももうすごい痛いもうこうすれば店長、そう、こうすればもう一番なんか椅子壊しちゃう。いや、全然大丈夫です。椅子、新しい椅子だから全然大丈夫です。うん、おー、あー、背中、あー、ここ、あー、十二指腸、うん、痛すぎる。なんだそれ、十二指腸って何。おー、おー、店長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 、刺してますよね。あー、はって、あー、いって、あ、この辺絶対痛いところです。あ、カン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 、絶対痛いところ。今どこが一番悪いとかって分かったりするんですか。やっぱりね、今のってところね、やっぱりね、ちょっとね、あの胃腸のところかな。あ、胃腸なんだ。そうですね。うん、特に食生活とか関係あります。あと、もやかしめっちゃ疲れてます、仕事原因で。うっ、いや、やばい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 。足つぼの整体やってるとどういうメリットみたいな。足つぼメリットはね、特にね、血行とかね、すぐ良くなります。あと睡眠とかね。あ、すごい。そう、大丈夫ですか。大丈夫です。健康になっていってる気がします。絶対過去にはあります。あ、すごい。でゼロ中みんなやった方がいいな。次はちょっと両方比べてみますね。すごくあります、はい、でも同じ強さ、同じところ、これ、はい、痛くない、全然痛くない。うえっ、痛っ。やわらかい、全然、うん、でも硬いもすぐ出る。うえっ、痛っ。これが一番わかるやつ。うわ、そうです、すごい、全然違う。うわ、すごい、めちゃめちゃいい。じゃあ次は右足いきます。はい、もっと頑張ります。うわー、違う、違う、違う。じゃあ、まあ両方もう一度、ね、全然さて。うわ、すごい。でも足細くなってますね。いや、確かに。どうですか。これすごいっす。めちゃめちゃすごいっす。一気に老廃物が取れて健康になったから。まあそうですね。やっぱり睡眠が短いっていうので、上の疲れが溜まりやすいんですので、栄養のところからちょっと重視してください。栄養。そう、特に朝ごはんが大事です。朝ごはん。そう、朝ごはんすごい大事。はい。はい、疲れ様でした。いやー、ありがとうございました。めちゃめちゃ良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。終わりました。足がじんわり温かいです。すごい気持ちよかった。ぜひゼロチのみんなも、視聴者のみんなも、足つぼ一番池袋ぜひ行ってください。というわけで次レゴリング行くぜ。個人で何かしら活動を始めるとなった際に手出してみようみたいなところで、はい、おー、いいっす。なんかこの曲にしようと思ったあれはあるんですか、理由は。好きだからっていうのが一番なんですけど、うん、なるほど。好きな曲歌うのが一番気持ちもこもりますし、うん、あ、そうですね。なんかこれロック系好き。ロック系好きですね、うん、緊張はしてないですか。結構します。してるんだ。後ろ前逆の優しさは少しだけ本当だった。 OK です。うどうですか、歌ってみてる感じは。なんかあれですね、少しだけ本当だったのところとかが、うん、下のところがなんていうんですかね、出てないというか、うん、やっぱ深く出したいですよね。そうですね。低音はもうできるだけ胸の方を意識して、胸の方、はい、しかないっすね。ああ、そうなんですね、うん、やるしか。そうですね、まあなんか息の量があまり増えないようにするとかもああ、なるほど、変わる
わかりました。はい、ありがとうございます。後ろ前逆の優しさは少しだけ本当だった。うん、OK です。はい、ありがとうございます。はい、桜散る桜散るお別れの時間が来て、ちょっと痛いもっと痛いずっと痛いのにな、うつむいてるくらいがちょうどいい、地面に咲いてる。おー、いいですね。なんかすごいリズムが強調されてめっちゃいい感じですね。さすがダンサーさんじゃないですか。リズム感めっちゃいい。うわ、嬉しい。めっちゃ嬉しい。この気持ちもいつか手軽に持ち運べる文庫になって、懐かしくなるから、それまでは待って、地面に水をやる。おお、今トータル一番良かったんじゃないですかね。嬉しい。うん、桜散る桜散るお別れの時間が来て、ちょっと痛いもっと痛いずっと痛いのにな、うつむいてるくらいがちょうどいい、地面に咲いてる。 OK です。はい、歌うとこは以上で、はい、一旦大丈夫なので、ありがとうございます。外のスピーカーで切ってみましょう。ああ、わかりました。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。途中でやめた本の中に挟んだままだった。ありがちで退屈な、どこにでもある続きが、開いたら落ちてひらひらと風に舞う。うつむいてるくらいがちょうどいい、地面に咲いてる。いいですね。結構まとまりましたね。まとまりましたね。うん、問題なければこれで進めさせてもらいます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、レコーディング終わりました。ありがとうございました。今回お邪魔させていただいた、レコーディングスタジオはアルティメットスタジオ世田谷さんでした。非常に楽しみです。アルティメットスタジオ世田谷さん、ありがとうございました。というわけで、サプリメント Vlog 足つぼ整体とレコーディングやりたいことやってみたんですけど、非常に楽しかったなと思いますので、またね、いつか Vlog の機会があったらまた新しいことやってみたいなと思います。今回撮ったレコーディングの方はね、自分の個人チャンネルの方で完成品が上がっておりますので、そちらの方をぜひ見てみてください。というわけで、ありがとうございました。お疲れ。